よかったっす。うん、いい経験でした。うん、俺も楽しかった。そんなんもう初めての経験なんで。うん。本当よかった。楽しかった。よかった。まあ、楽しませてもらいました。うん、またぜひ近在に来て。はい、説明してくれた通り、やっぱりソフトメインっていうのがうちの情報学科だから、ハードも一緒にやりたいってなったら、あの電子電気だっけっていう学科がもう一個近代にあるんやけど、そっちの方がよりハードもやってくれるから、そっちがいいなって思うんだったら、そのハードやりたい場合はそっちに行った方がいいかもしれない。ちょっと情報学科の説明だけちょっと聞いて。クラウド側と言いますね。クラウドのネットワークのあちら側の方にいろんな活動をやっていくという、そういうことが出てきたんですね。で、ジョン・レノンという人の、まあ、イマジンという歌があるんですけども、この歌はその天国とかない、あの国境なんかない、それ考えたら当たり前じゃないか、別にあのすぐに信じれるよねっていう。飯塚にはですね、あの結構休校代もあって、学生あの IT 系の学生が結構集結、ちっちゃな町の中の割にはあの集中してるんですね。そこであの勉強会みたいなイベントをあの、結構やっています。でその中でもう一つはですね、あの、まあ、僕らも主催者の一人なんですけども、あのアプリチャレンジキャラバンといったような、これコンテストなんですけども、コンテストって普通作品の賞をあげるってやつなんですけども、そうじゃなくてやっぱコンテストも一種の教育機関としての顔を重視したコンテストで、まあ、これ実際やるのは冬にあの、コンテストやるんですけど、その前に夏の段階からですね、あの実際 の飯塚市内とかにある IT 企業の、実際 の若手のエンジニアとですね、学生がこう一緒に メンターっていってね、指導者みたいな形になって、でスマートフォンアプリとかの、企画をですね、学生が持ち込んで、でプロの視点でこれはどうだって話をしながらですね、チームとしてあの、アプリを作り上げていく。で最終的にコンテストをやって、でコンテストの後もですね、あの振り返りがあって、それから実は次 のもっと大きなあの、公的な、コンテストに、まあ、出場するっていったような、そういう種類のこともやっていく。いう感じにどんどん丸バツ表を作っていく。これで丸の数が多ければ多いほど、そこの場所にはそこしかない特徴がある。逆にそれがなくてもあとねっていう風に見ていきます。まあ、実際にちょっとこれ2つの例で例えてみたんですけど、草神宮って分かんないですよね。すごく聞いておられます。草神宮ってどういうところでしょうね。はい、大分の、ごめんなさい、僕は神戸なんで、あごめんなさい。大分のある神宮、この2つだけ見てもパッと見どこがどこが違うのかっていうのが分からないんですよね。でもこれを、まあ、Google とかで調べてみます。九州の観光地で調べた時にどういう特徴が出てくるのかっていうのをそれぞれちょっと調べていきます。じゃあまず史跡であるかどうか、その歴史的建造物であるかどうかって言われたら、これ歴史的建造物だと思います。ないんですよ、どこにも書いてないです。ただし宇佐神宮の方には行事予定が書いてあるんですよね。ここで特徴が分かれてしまう。だからあんまり多分こういうとこでやってるのは他のライブでも多分ないと思う。勝手の問題っていうのは大問題、あの結構、はい、あの
大問題だから、多学科なんかではコッペができ、コッペをやらせないためにレポートは手書きっていうの。で、情報学科はね、プログラム書くの、それをわざわざ書いた後手書きさせるのはちょっとそれはあんましだから、まあ私の場合はこういうコッペをできなくて、とにかく自分で打てた。ゴーストライターがなくなって、だからゴーストライターはそれはしょうがない、要は誰が打っただからね、もう打てないから誰か打ってって、代わりは打っ、代わりはそれもそこまで見つけきらんね、それできる。でもこれを使うのは授業中だから、基本的にゴーストライターする人も授業しないとついに、だからゴーストライターもしにくい。あと確か彼は使った、これを使って、これを使ってもう苦しめられてた。本当に写したら楽なのに写せないから死ぬ気でやるしかないし、メモ帳に間違ってその試しで書いても持ってこれないから、結局レポートの書き直しになることもあるのに。学会でこのポスターはい、そうです。まあ、でもその機能としてはね、通らせてもらうんですけど、で、あとこういった本が載られてて、この本には算数って書いてあるけど、だからそれの今日は一つとして、画像認識の特典で、まあ、キノコとタケノコを見分けるとか、まあ、キノコとタケノコはあちらの木の山と、このカメラに映ってるやつがですね、まあ、何なのかっていうのをこちらの文字でちょっと判断するんですね。で、これでこの竹のこの外をこちらの方に置いていくと、まあ、ただちょっとですね、カメラの映像ちょっとこちらに出てきてないんで、ちょうどうまいことちょうどカメラで見やすくなってるところがこんな感じで竹のこの外ですみたいなって判断する。だから映ってるところが 何かっていうのをこれでちょっと距離的にうまいことが分かる、こんな感じですね。でただこの私の部屋だともうちょっと結構認識率高かったんですけど、色が変わったりするとやっぱ明るさとか、まあ、いろんな周りの環境がね影響する。あざわずよ、よかった、いい経験でした、俺も楽しかった。そんなんもうほんまに初めての経験なんで、あざわず、ほんとよかった、楽しかった、よかった、ほんまに楽しませてもらいました。またぜひ、近代に来て、また来らせて、遠いけど気をつけてね、あバスがもう出ちゃうから、それで本当にありがとう、入ったら、勉強頑張っていっぱい。どうも今日はありがとうございました。気をつけて帰ってください。ありがとう。